ははい、はいおお疲れっすお疲れれすすすギムレットです今回は前のライブ配信とはまた違ったラジオ動画みたいな感じの動画をちょっと上げていこうかなと思います初めての試みなんでまああの聞お聞き苦しい点とかあると思うんですけどまあその辺はご愛というってことで多めに見ていただけたらと思いますじゃあそれでは早速始めていきましょう今回の動画なんですけどまあタイトルにもある通り クミンいいいってってててうう内容で話していこうと思いま,すまあ皆さんあの僕のリスナーというかまあリスナーいるかおらんかちゅうのはもうようわからんのですけどまあもしこの動画を見てくださる方がおれば、まあ、大体がウォリアーズファンの方なんかなと思いますんでちょっと今回クミンガの、まあ、経歴というか、まあ、キャリア順はまああのー、今回は割愛をさせていただけたらなと思います。 まずは僕が思うクミンガのいいところと悪いところこの2つをちょっと並べていきたいと思い今、ま、思いたいんですけど、えー、まずいいところで言えばそうですねあの若干20歳とは思えないあの完成されたようにすら思える肉体フィジカルですねそしてそれを支えるえー、体幹そして玉離れの良さ であの低いっておっしゃってる方もすごいいるんですけどちょっと僕には全くそうは思えない IQIQ はかなり高いと思いますね彼そしてえっ、ー、と前への推進力ボールを持った時の前への推進力これは本当にクミンガの強みかなと思いますあとはえー、リング周りのまあ器用さって言ったら語弊があるかもしれないですけど、まあ、フィニッシュ力ですね 次にこれもいろいろありまして順番に上げていくとうんハンドリングの拙さとかアウトサイドシュートがまだ低確率とか、えー、ちょっと周りを見ずに突っ込んでしまってゴール下でちょっともたつくみたいな場面も多く見れるところとかいろいろあるんですけどこれに関しては。 オリアーズの試合、よく見てくれる方はわかると思うんですけど、だいぶマイルドになってきてるんですよね。本当に1年目とか、それこそ今シーズンの序盤とかでも、もともとプレイタイムが少なかったっていうのもあったとは思うんですけど、たまに出たら、ちょっとボールポロポロこぼしたり、無理なタフなスリー打ったりして。 あの明らかにチームの流れを止めるみたいな場面が見えたんですけど最近特にここ34試合のクミンガは本当に判断能力が格段に上がったと思いますほんで露骨にレベルが1段階上がったこのクミンガの最近の、まあ、理由なんですけどいろいろ推測もできます僕らファンからしたらこれが あっっったたからクミンががレベル上がったって断言はでできないんですけど最近のオリアーズ公式の練習映像であったり、まあ、投稿される画像とかで試合中のクミンガのベンチでの様子とか見るにおそらくある男との関係性が今のクミンガのレベルを上げた大きな理由なんじゃないかなというところで,でその男の まあ、指導が明らかにクミンガの動きを良くしてんのではないかなと僕は考えてるんです例えばオフボールのディフェンスとかそのもうすぐに言いますけどある男の指導のおかげで判断が格段に上がったんではないかなと僕は考えてますそしてそのもう皆さん大体分かってると思うんですけどクミンガを支えてる 男とははいこの方はいそうですみんな大好きアンドレ大先生最近のクミンガにはほぼ間違いなくアンドリあごめんアンドリグダーラの DNA が入ってると断言していいと思います彼の得意としるディフェンスの特にオフボールでのディフェンスとかまあ、面取りの場所あとはポジショニングと コートビジョンその辺りかなりクミンガにも指導してるんじゃないかなと思いますおそらくクミンガはそのイグダラ塾の影響を受けて自分のことを俯瞰的に見れるようになっていると思います僕がそれに気づいたのは日本時間11月28日のティンバーウルブズ戦です見ていただきましょうこのプレー いやこれマジでえぐくないですかもうプレーの説明簡単にするんですけどまずディアンジェロのフェイクにまあ綺麗に引っかかってしまってブロックに飛んでしまうんですけどそこから体を反転させてまずファウルを奪われないように、まあ、避けたんですよほんでクミンガが ジャンプしてしまったんで、ドレイモンドがヘルプでブロックに飛んだんですけど、まあ、それでゴール外れて、今度リバウンド争いになった時きに、まあ、ドレイモンドが飛んでしまったんで、ゴールしたガラ空きでゴベアが待機してるんですけど、ここで今まで通り、通常通り、クミンガがリバウンド争いに参加したら、ゴベアがもうポジショニング的に間違いなくオフェンスリバウンド取って、 セカンンドチャンス、簡単に許してしまうっていういつものパターンだと思うんですけどクミンガーさんここでもう自分でリバウンド取ることを諦めて5部屋をゴールのもう真下にねじ込むんですよそれでねじ込んでねじ込んで落ちてきたボールを自分が拾うんじゃなくて味方に拾わせるこの判断って今までのクミンガーには絶対なかったんですよ これこそがもうイグダラ塾の一番の恩恵だったんじゃないかなって僕は心の底から思います。今は良くも悪くもウィギンズの欠場が続いてますんで、まあ、ここでクミンがどんどんプレイタイムを増やしていって自分のできることできないことで今すべきことを、まあ、自分の中でまあ選別してもらうとどん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 成長できると思うんで。 本当にここからオールスターブレイクまでのクミンガには本当に注目してもらった方がいいと思いますそして次に話したいのがまあクミンガどこまで行くのかっていうところなんですけど今回は三つのパターン考えてきましたこれはクミンガのキャリアに大きな怪我とか個人的なトラブルとかまあそういった問題がなくて順調にク,クミンガが 自分のキャリアを歩んでいけたというふうに仮定をしての3つのパターンなんですけども1つ目のパターンが最低ラインこれは区民が間違いなくここまでのレベルには到達するだろうむしろここで止まるとちょっと問題かなっていうレベルと2つ目が順調にキャリアを進めてまあいい仲間に出会えて自分のプレイができたら うまくいけばこの段階までいけるかなっていうものが2つ目3つ目がもう運とか仲間とか、まあ、全て恵まれてあとクミンガンも全力で努力したらもしかしたら到達できるレベルかなっていうこの3つのパターンで考えたんでこれ聞いてってくださいまずはパターン1マイルズ・ブリジズまあブリジズ自体が今かなりセンシティブな 名前なまあちょうどいいプレイヤーがちょっとブリーズ以外浮かばなかったんで今回マイルズ・ブリーズを選ばせていただきましたまあ典型的な運動神経バカタカ2番手プレイヤーって感じなんですけど自分でもまあスリーであったりドライブもできるんですけどまああくまでエースタイプのガードであったりまあヨキッチとかそういう。 レベルのセンターがいるチームでこそ輝けるタイプの選手なんですけどもブリージズの運動神経とかジャンプ力あと推進力が、まあ、かなりクミンガに通ずるところが今の段階ではあるんでブリージズをまあ対象に選ばせてもらったんですけど、まあ、ブリージズになれればどこのチームでも活躍ができるかなっていうタイプの2番手プレーヤーにはなれるんですけど 今のクミンガのポテンシャルを加味すればなかなかちょっとこの天井では低すぎるかなっていうところがあるんで今回はブリジズはちょっと一番短めに話そうかなと思いますまあブリジズ自体がセンシティブな名前なんでこれ以上はちょっと視聴者の方もなかなかあの聞きたくないよっていう人もいるかもしれないんでまああんまり話さず次行きましょうかねやっぱりでは 次はパターン2。順調にキャリアを進めて周りを恵まれれば到達できるであろうライン。ここにはペイサーズ時代のポール・ジョージを選ばせていただきました。もう一回言いきます。ポール・ジョージではなくてペイサーズ時代のポール・ジョージです。このパターン2に関してはあと2人案があって、その2人とかなり迷ったんですけど、1人目がジミー・バトラー。 二人目がジェイイソン・テイタムここかなり悩んだんですけどまああのクミンガのリムアタック主体のプレイスタイルと肉体の強さこの辺りを加味して、まあ、バトラーじゃなくてテイタムでもなくてペイサーズ時代のポール・ジョージが一番近いかなと思って今回ポール・ジョージ選びましたまず何でポール・ジョージかっていうと 最近のクミンが見てたらなんかもうプレイヤーにななる未来しか見えほんとそれ褒めてるんですけどで 2way プレーヤーって言ったら今同じチームにいるポール・ジョージと同じチームにいるカワイレナードこれが一番に出てきたんですけどそこまでミドルレンジ主催のプレイヤーにはならないかなっていうのとあとフィジカルモンスターな感じが。 この前世紀のポーールジョージョにかかななり近いかなと思うっていうところでポールジョージかなって感じなんですけどそれに加えてダンクスキルとかリム周辺のテクニックがかなり近しいものがあるんじゃないかと思ってまあポールジョージを上げましたあと単純にクミンガの360度のダンクとかそのうちめっちゃ見たくないですかいつかやってくると思うんですけどね <laughs> ちょっと話それじゃったんですけどじゃあ最後パターン3いきましょうか最後のパターン3つ目クミンガが全力で努力してかなりの運に恵まれてかなりの仲間に恵まれてやっと到達できる領域それこそがヤニス越え・ゴエヤニス・アデト・クンボじゃなくてヤニス越え・ゴエはいはい分かりますよ聞こえますそんなわけねえだろ何言ってんだお前 分かりますってヤニス超えるわけないですよね今の段階ででも条件いろいろ揃ってんすよ正直今の段階でヤニス超えれるっていう根拠は何一つないんですけどでも超えれないっていう根拠もマジでないんですよ今のクミンガもちろんヤニスの今のプレイスタイルをそのままクミンガがやってヤニスを超えるなんて僕みじんも思ってないんすよでもクミンガが クミンガなりに自分の強みをどんどん伸ばしていってリーグの中でのパワーフォワードでのランキングを上げていってリーグ有数のパワーフォワードに成長した時そこまで到達した時クミンガとヤニスってかなり比較される対象になるんじゃないですかね例えばレブロント・ジョーダンってずっと 討論されてますよねどっちが5とかとかどっちが上かとかでもカリーとレブロンってそこまで論争されてないと思うんですよ。まあ歴代ランキングのジャンルの中ではどっちが上かとか言われてますけどその個々人の活躍とかプレースタイル比べた上でその2人を対比する人ってあんまりいないと思うんですよ。なんでレブロンンとジョーダンが 比べられるかって2人がプレースタイルというか選手としてのキャリアがかなり似てるからだと思うんですよそういう意味ではクミンガがある程度のレベルまでいけばヤニスと比べやすい比較対象になると思うんですよそうなったらヤニスを超える論争のやり方で言ったら 他の選手よりりりかかななりなやりやすすいいんじゃっって思って思ますもう一つ、ヤニス越えの裏付け、話させてもらうと、クミンガはゴールデンステートオリアーズのドラフト7位での選手、クリスマリン、セミカリン次ぐ、ゴールデンステートオリアーズ7位指名権で獲得したルーキー。まあ 見ておいいくださいよクミンガさん、おそらくここから急成長しますんで、すみません、最後めちゃめちゃ雑くなってしまったんですけど、動画の時間がかなり長くなってしまったんで、この辺で終わらせていただきたいと思います。本当はクミンガ中心にした未来のオリアーズのロスター編成とか、いろいろ話したいことあったんですけど、まあそれは次回、次回以降ですかね、別の動画でちょっと話せたらなと思います。 それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、どうも聞いてくれて、あずでした。